松潤さん、いいじゃないですか、部屋の様子。あんな感じでね、やってみるとすっかりピアノ講師みたいな感じですよね。もう一発でね、どんなことをやる人なのか分かります。で、今回ビリー・ジョエルのね、オネスティ、ビリー・ジョエルさんのオネスティって曲出ましたけども、いや、あれね、曲を出しただけじゃダメなんですよ。ぜひね、歌ってみてください。こういう曲ですよね。オネスティ、サッチャロンリーワーでしょ。で、僕はこんなしょぼいんですよ。でも松潤さんはパリッと歌えるはずなんですよ。そこで、あ、歌える人やんみたいにね、ぜひね、やってもらいたいと思います。大好きな曲なわけですから、ふわーっと歌ったりとかね、あとせっかくピアノがあるんで、まあ弾いてもらいたいなと思います。そこでですね、松潤さんに動画を作る上での3パターン、ちょっとね、軽く紹介したいと思います。まず一つはね、あの取っ手出しってやつですね。取っ手出しってのは松潤さんがやるんだったらね、本当今やってるのが取っ手出しなんですよ。はっきり言って松潤さんが今やってるのがこの取っ手出しね。取っ手出しシリーズっていうのが一つ。二つ目は編集したきちっとしたやつね。これオフィシャル感が出るやつです。三つ目は対談とか他の人を交えるやつですね。うん。で、取っ手出しについてなんですけども、私はね、松潤さんがあのいろんな曲を、ワンフレーズ弾くみたいなのを繰り返したらいいと思うんですよ。例えば機動戦士ガンダムの一番をね、ピアノで弾くとかね、宇宙戦艦ヤマトの一番を弾くとかね、あと人気ドラマ、なんですかね、ちょっと古いですけども、ビーズの曲で、なんかウルトラソウルがありますよね。ウルトラソウルピアノで弾くみたいなの、そういうのをね、何々何をピアノで弾いてみたっていうシリーズをいっぱい出すんですよ。そうするとね、その曲が好きな人とかピアノに関心がある人が結構来ますから、うん、で、そういうのがタイトルタグっていうんですけども、タイトルに有名な検索されやすいキーワードが入っていることによって検索されやすくなるんですよ。そうすると松潤さんはどん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 知られることになって、そっからより松潤さんに、気が合う人とかね、何か聞いてみようか、何かを感じる人がさらにチャンネル登録したり動画を見るっていう形になりますので、今チャンネル登録19人でしょ。とりあえずは100人目指してやっていきましょう。年内、いや今月中は無理かな、どうかな、まあいつまでにチャンネル登録何人するみたいな目標を立ててやってみるといいと思います。まあ私の方からね、今回それかな。ちょっとまとめますと、部屋はむちゃくちゃいいです。あとは動画の中に曲か歌を必ず入れてください。今後はね、どんな時でも絶対入れてください。じゃないと松潤さんのことがよく分かりませんね。松潤さんにモテるためのピアノ弾き語りを教わっていいんだろうかどうだろうかっていうのは、やっぱりサンプルがないとダメなんですよ。そのためには松潤さんが動画を上げるために、最後、動画の最後とかに、じゃあ今日は何々を歌いますでもいいし、あとはね、まあ、何も語らずに曲を30秒だけ弾いてみるみたいなのを乱発するとかね、こういうふうな戦略でいかないとちょっと拡散力はついていかないんじゃないかなと思いますんで、まあ、それも考えながら進めてみてください。部屋はね、私が行ったらすぐに変わったんで、非常にやる気を感じていいと思いますし、松潤さんね、音楽で食べていく未来はそんなに遠くありません。あとはやるだけです。では、いってらっしゃい。